ジョン・シードの野郎を始末するまでこの戦いは終わらないからな。緊張の高まりを感じるぞ。ピリピリしてきた。メキシコ料理みたいに刺激的だ。こちらはジェローム牧師だ。ウッドソン養豚場の近辺では気をつけろ。カルド信者に見つかると人質が殺される。攻撃は静かにやれ。それが人質の救出につながる。犬をひるませるんだ。お前を
ジェローム牧師だ。ウッドソン養豚場の近辺では気をつけろ。カルト信者に見つかると人質が殺される。攻撃は静かにやれ。それが人質の救出につながる。こちらはジェローム牧師だ。ウッドソン養豚場の近辺では気をつけろ。カルト信者に見つかると人質が殺される。攻撃は静かにやれ。それが人質の救出につながる。飛行機まで出してお前を探してる。かわいい。うちの犬が恋しくなっちゃう。悪いな。次はもっと派手に暴れてやる。Yeah!
さもお手柄だったな、保安官。こうした行いがレジスタンスを奮い立たせる。彼らが強くなれたのはお前のおかげだ。ダビデとゴリアテのようにお前が真の勇気を与えている。その調子でいけ。ボールズエンドに代わって感謝する。こんな世界にいるはもったいないわ。オールズエンドではよくやってくれた。
バンカーには行っちゃダメよ。私もそこにいるか。聞いてくれ。買収の件でジョン・シードに会ったんだ。君と相談したことを彼に話した。申し出の内容はかなり良かったし、話もまとまりそうだったんだが、なぜかおかしなことになった。彼が言うには、俺たちは印がついてるらしい。興奮した様子で俺たちの家を吹き飛ばすと言ってきた。彼に一体何があったのかはわからない。いきなりスイッチが入ったんだ。彼はシードと何度もやり合ってきたんだ。20分もすればうちに帰れると思う。